よいしょ。こっちから出るとか。いいな。あと、ちなみにこの店あれでしたね。なんかね、フードコートのところがすごい昔ながらな感じで。なんか地元のあれかな、粉物屋さんが地元のやつっぽい感じのところで。あまり、私も聞き馴染みのないところだったんですけど。そこにスガキ屋とちっちゃいマクドナルドが入ってるっていう感じのザ・昔ながらな感じでしたね。あとここ先のところにそやアップドゥがありましたね。行ったことないな、こっちのアップドゥ。まさかのね、アップドゥは結構何回か行ったことあるんですけど、発達のところにあるところですね。うん。そう、ゴルフ練習場、バッティングセンターと、フットサルとカラオケ、テニス、あと、なぜか、車の洗車がね、できるという、複合施設ですね。なかなか独特のラインナップなんですけど、どの店舗も基本この組み合わせですよね。なんか面白いですよね。うん。ここは着こうか。着こうもこの辺りではもう一番頭がいい方向のうちの一つですもんね。高々着くか。ね、この辺り、普通のエリアで言うと。よく書いてない思考とかですけどね。もうすぐこれ、津新町の駅前の方ですもんね。津新町はそういえば、1号館もあるんですけど、1号館も確か、テナントなんですよね。多分、アジオシだと思うんですけどね。今日なんで1階23号線の向こう側に出られてきませんからね。よいしょ。おう、結構やね。おう、しかし、細いよ、不思議。左方向です。はい、はい、はい。ここ、高々。あれ、高い。お、ここのとこやったっけ。まわたたのが近鉄で、その次に、紀勢本線ですね。はあ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 。ああ、ああ、ああ。ああ、これでもう近鉄の方がね、そっか。出るからそういうことか。はい、はい、はい。23個からこっちはちょいちょい使ったことありません。藤方とか行ける時にも使いますもんね。こっちの方の道とか。もしくはもう一つ先の方までね。これだとその先南向川岡の方に入っていくところになるか。でしょ？藤方の方に行くって言ったらもう一つ奥の方まで行くかな。でここだ。駐車場は変わってないよね。ついた。よっしゃ、ビーマートね。来ましたよ。じゃあ早速買ってきましょう。